住宅ローンアナリスト茂木沢こと茂木チェック塩沢です。本日のテーマはこちら、2024年5月最新版住宅ローン金利ランキング、イエーイ。ということで今回もですね、待ちに待った住宅ローン金利のランキング発表となります。概況ですね、このようになっておりまして、以前とあまり変わっておりません。変動は低位安定で、一方ですね、固定金利っていうのは10年固定がちょっと上がったかなという、そういった状況でございます。固定と変動と金利差はですね、このようになっておりまして、今 1.45% という非常にですね高い水準となっております。ですのでこれをですね、年間の返済額の差で表しますと30万円ぐらい、35年間で言いますと1000万円以上の金利総額の差となりますので、今後ですね金利が緩やかに上がっていくかなと思いますけども、それを踏まえたとしても私自身の考えとしては変動金利の方が有利なんではないかなというふうに考えてます。なおですね、私自身が考える戦略というところをですね、こちらにまとめておりまして、金利がですね大幅に上昇しない限り、固定金利よりも変動プラス資産運用、このセットの方がいいんじゃないかと。想定以上の金利上昇がもしあればですね、固定金利負けちゃいますと、変動金利は。とただですね、金利上昇の前提として賃金も上がっているはずですし、かつ積立投資をですね中長期間やっていれば返済っていうのは十分可能なんじゃないかなと思っております。緩やかに上がるとした場合、どれぐらいの心積もりをしておけばいいのかっていうところなんですけども、想定としては 1% ぐらい上がるんじゃないかなと思っていますけれども、ただ一応ですねバッファーとして 2% の上昇があったとしても耐えられるという家計作りっていうのはしておいた方が安心かなと思います。そのためにもですね、過大な借り入れはしないというところ、これがやっぱり重要かなと思ってまして、年収倍率でいうと5倍、マックスでも7倍という水準がいいんじゃないかなとは思っています。では本日のアジェンダですね、こちらです。借り換え変動、新規借り入れ固定、新規借り入れ変動、基準金利の動向、この4つですねお伝えしたいなと思います。この基準金利の動向はですね、先月から始めておりまして、今後もですね継続してお伝えしたいと思っております。ではトピックの1つ目、借り換えの変動金利ランキングです。5位から13位はこのようになっています。第3位、 SBI 新生銀行 0.29% です。こちらの商品ですけれども、 SBI マネープラザさんですね、こちらでもローンの取り扱いを行っておりますので、ネットかもしくは店舗かというところでご都合いいところですねお選びいただければいいかなと思っております。この SBI 新生銀行さんですね、 0.29 ですけれども、金利キャンペーンをやっておりまして、申し込みが9月の18日までというふうになっておりますので、時間的な余裕っていうのありますけれども、借り換えはね早くやった方がいいというふうに思っておりますので、気になる方はぜひお申し込みいただければなと思います。第2位、 PayPay 銀行 0.349% です。こちらの PayPay さんもね、引き続き元 50% 保証が無料でつくといういい商品が出されてますので、借り換えの方はですねぜひご検討いただくといいかなと思います。そして第1位、 AU 自分銀行 0.298% です。こちらなんですけれども、 AU の金利優遇割、 JCOM の金利優遇割、これらをつけるとですね、さらに 0.15% 引き下がりますと。なので0.148ということで非常に安い金利となってますので、ぜひご検討いただくといいかなと思っています。仮審査をこれ受けていただくとですね、その結果次第ではこの 0.298 がですねさらに下がることもあり得ます。ですので気になるなという方は一度 AU 自分銀行さんのお申し込みされてみてもいいかなと思います。以前からお伝えしているね借り換えですけども、こちらの動画ぜひご覧いただければと思います。マイナス金利解除だからこそ借り換えをしてくださいという、そういった内容なんですけれども、この動画を見るとすぐに動いた方がいいんだなっていうところがパッとわかると思いますので、ぜひご覧いただければと思います。住宅ローンをどの銀行にしようか迷っているあなた、住宅ローン一括比較はモグチェック。全国のネット銀行、メガバンク、地銀からお得なローンを選べます。詳しくは概要欄をチェック。続きまして、新規借り入れの固定金利ランキングです。10年固定はこちら、全期間固定はこのようになっております。もし固定金利に乗り換えたいなという方は、追加利上げが行われる前か、それが行われた後であれば、アメリカの利下げが始まった後ですね、このどちらかが固定にですね借り換える有利なタイミングかなと思っておりますので、このあたりですねこちらの動画で解説しておりますので、よろしければご覧いただければと思います。続きまして、新規借り入れの変動金利ランキングです。今からお伝えする内容はですね、表面金利ですね、こちらの順番となります。4位から16位はこのようになっております。第3位、横浜銀行 0.3% です。横浜銀行さんですね、一般男子の商品ですけれども 0.3% といういいプライス出されておりますので、よろしければご検討いただければなと思います。そして2位と1位がですね同率となりまして、こちらですね、 SBI 新生銀行さん 0.29% です。これ SBI マネープラザさんでも取り扱いがありますので、1位と2位がですね SBI 新生銀行さんの商品が占めるというふうになっております。 0.3% 切るって驚異的な金利だと思いますので、よろしければこちらご検討いただくといいかなと思います。続きまして、金利と弾信、この両方を踏まえたですね実質金利、これの安い文順というところでランキングを発表したいなと思います。4位から16位はこのようになってます。2位と3位が同率でして、こちらですね、 SBI 新生銀行さん 0.29% です。マネープラザでも取り扱いを行っております。 SBI 新生銀行さんですね、一般弾信に加えて介護弾信がつくんですけども、他の銀行さんに比べるとですねそこは見劣りするというところで第2位という順位になっています。とはいえですね 0.29% で非常に安いので、いい商品であることは間違いないです。そして第1位、 AU 自分銀行 0.319% です。今回もですね絶対王者 AU 自分銀行が1位ということとなりました。事前審査を受けると、ここからさらに金利が
下がる可能性もありますので、気になる方はですね、押し込んでみるというところ、これをお勧めしております。あとはですね、金利優遇割ですね、これらを聞かせると 0.15% さらに下がりますので、最大 0.169% まで金利がなるということですので、金利優遇割使える方はぜひご検討いただくといいかなと思います。続きまして、各銀行の基準金利、こちらについてもですね、皆さんにお伝えしたいなと思います。この基準金利という言葉なんですけれども、詳しくはこちらの動画ですね、解説しておりますので、よろしければご覧いただければと思います。要は何かと言いますと、変動金利の決まり方で重要な金利指標なんですね。皆さんが実際に払う適用金利、これですね、基準金利から引き下げ幅というものを引いて計算されますと。一度借りた後はですね、この基準金利が上がるか下がるかというところがですね、適用金利が上がるか下がるかというところに大きな影響を与えますので、この基準金利はですね、今返済中の方は非常に大切な金利仕様となります。マイナス金利が解除された後、この基準金利がですね、上がってるのか変わらないのかっていうところ、一番気になるところかなと思います。まずメガバンクですけれども、このようになっておりまして 2.475% から変わっておりません。続きまして、ネット銀行がこちらとなっておりまして、赤くなっているところがですね、4月から5月にかけて基準金利が上がったところですね。住信スビアネット銀行さんとイオン銀行さんと楽天銀行さん、ここはですね、大体 0.1% ぐらい上がっていると。ただ一方で大半のネット銀行はですね、上がってないという状況でございます。そして一時ですね、すごく話題となった住信スビアネット銀行さんですね、タンプラ引き上げたっていうところで、実際5月の新規貸し出しの金利がどう上がるのか変わらないのかっていうところ、こちらにですね、非常に注目が集まっていました。その結果がことようになっておりまして、5月の金利ですね、一番右端ですけれども、最優遇の物件価格の 80% 以下っていうところは 0.298% のまま変わらない。一方、物件価格の80から100% 超っていうところはですね、大体まあ 0.05% なし 0.1% 上がってるという状況となっております。ですので、こちらの動画でですね、以前解説したんですけれども、住信 SBI ネット銀行さんですね、私の見立てとしては、基準金利を上げたとしても新規貸し出し向けの金利の引き上げ、これはわずかにとどめるんじゃないかと。加えてですね、この動きが他行に波及する、これも限定的なんじゃないかと。なぜかというと、銀行間の競争が非常に激しいからというところなんですけれども、結果はですね、予想通りになったというところでございますので、ご参考にしていただければなと思います。そして最後ですね、もう皆さんご存知だと思いますけれども、こちら住宅ローンの本ですね、私出しております。5月4日から全国の書店と Amazon で購入することができますので、ぜひですね、ちょっと気になる方はお手に取っていただければなと思います。加えてですね、皆さんに出版記念キャンペーンのお知らせです。こちらですね、抽選で20名の方にこの本とアクリルスタンド、このセットをですね、プレゼントいたします。応募期間が5月の8日から5月の20日までというふうになっておりますので、気になる方はですね、ぜひご応募いただけるといいかなと思います。概要欄にリンク貼り付けておきます。本日の動画はいかがでしたか？よろしければ動画のいいねとチャンネル登録と、あと感想ですね、コメントにいただけると嬉しいです。ぜひ模擬チェックの住宅ローン診断サービス試してみてください。ご自身の情報を入力すると、模擬チェックが最適な住宅ローンを無料で診断します。各銀行の金利条件と融資承認確率を確認できます。チャット相談もできます。全部無料です。リンクと解説動画は動画概要欄にあります。模擬チェック公式 LINE も貼り付けておきます。こちらの登録もお願いします。ぜひ模擬チェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。もげもげー。